異なった蘇生の惑星の大きさの比較。上の列が地球と同じ質量を、下の列が地球の5倍の質量の惑星を表す。左からそれぞれ、鉄惑星、岩石惑星、炭素惑星、純粋な氷の惑星、純粋な一酸化炭素の惑星、純粋な水素の惑星の理論上の半径が示されている。鉄惑星は平均密度が大きいため、 同じ質量の他の素性の惑星と比べて直径が小さい鉄惑星は地球型惑星のうち計算しようからなるマントルをほとんどあるいは全く持たない種類の天体である。太陽系では水星がこの種の天体として最大であるが、系外惑星としてより大きな鉄惑星が存在する可能性は否定できない。鉄惑星の起源は通常の地球型惑星。 岩石及び金属で構成されたが、ジャイアントインパクトにより、計算しようからなるマントルを剥ぎ取られたものと考えられている。より新しい惑星形成モデルは、鉄の豊富な原子惑星系円盤において形成されたのであろうとする。鉄惑星は質量が同じならば、他の種類の地球型惑星に比べて直径が小さく、比重が大きい。形成後、 急速に冷却するのでプレートテクトニクスや強い磁場はない。実際、水星の磁場は地球のそれと比較して1%程度の強さである。また、水星表面に見られる長さ100から6 0 0トル高低差0.5から1 1キロメートルの断崖は地殻形成後の熱収縮の結果とも解釈できる。鉄と水は地質年代を通して 科学的に安定なまま共存することはないので、ゴルディロックスゾーンにある水を持つ、鉄惑星は、水ではなくてツカルボニルのような物質で覆われている、可能性がある。濃い -1843.03 という、天体は、鉄惑星かもしれない候補である。サイエンスフィクションでは、この種の天体は、キャノンボールと呼ばれる。ありがとうございます。